来撃深度19.5は、池上司による日本の小説作品。太平洋戦争末期、帝国海軍 E58 潜水艦による、米国海軍重巡洋艦インディアナポリスの撃沈の史実をもとにした軍事フィクション。作者のデビュー作である。2002年には漫画家が、2009年には真夏のオリオンの原案となり、映画化がされ、 東方配給により6月13日に公開された。著者が作家の秘書をしていた際、その作家の作品の映画化が決まり、著者は撮影現場にアドバイザーとして通っていた。クランクアップが迫ったある日、著者が太平洋戦争に詳しいことを知ったプロデューサーが、次の潜水艦ものの戦争映画の企画の相談を受け、南太平洋で米中準インディアナポリスが、 E58 潜水艦に撃沈された事件をもとに企画書を作成。企画書は映画会社の企画会議にまで上がったものの不採用となってしまった。著者は宙に浮いてしまった企画をもとに1年をかけて執筆したのが本作である。なおインディアナポリスによる原子爆弾の輸送と基礎における E58 によるインディアナポリスの撃沈は史実である。 この作品はそれにフィクションを付け加えることにより、エンターテイメント性を増している。日本海軍側の登場人物はほぼ創作であり、米軍側は大半が実在の人物である。太平洋戦争末期、帝国海軍、B58 潜水艦艦長の倉本翔佐は、冷凍機にて重要船舶が通過するという情報を、元に、人間魚雷、回転による、 攻撃出撃命令を受ける。一方、長井少将は、第四艦隊事件の解決方針をめぐって、海軍上層部と対立し、左遷された結果、非88系船団という輸送船団の、船団指令として勤務していたが、乗っていた船を敵潜水艦に撃沈され、漂流していたところを、五十八潜水艦に救助される。アメリカ海軍従事用艦。 インディアナポリス艦長であるマックベイ賛成艦長は護衛もなく軍上総部の権力闘争による恋の情報漏れを疑いながら日本を攻撃するための原子爆弾を運ぶためにテニアンに向かう命令を受けるかつて海戦前に巨雷戦法の機上演習で戦い破れたマックベイと長いの因縁の対決が描かれる真夏のオリオンの項目参照モデルはまた30 船団に加わった国龍丸で、同船団が、モデルの船は他に第一新勢丸、浅戸山丸がある。ありがとうございます。